皆さんこんにちは、エンビです。今回プレイするのはオーバースローっていうゲームですね。こちらリリース日2024年リリース予定で、どういったゲームかストアページを見ると、村を建築したり農業をしたりして、ミュータントっていう敵がいるんですよね。そういうのから守ったりとかして王国を築き上げるみたいな、そんなゲームみたいですね。はい。で、日本語も対応してますね。ただ結構機械翻訳っぽいんですよね、日本語が。の上とか。あるんで、機械翻訳っぽいですけど、まあまあ日本語は対応してくれてるんで、なんだこれ。クレジット。この作った人の犬かな、わかんないけど。はい。そんな感じで。なんかこの子かわいい。よし、やっていきましょう。新しい世界。選べるワールドがあるみたいですね。二つあるわ。大きいと小さい。で、そういえばマルチプレイが可能みたいなんですよね。最大6人までプレイ可能みたいです。とりあえず小さい行きましょうか。今回シングルプレイで行きましょう。世界を作る。さあ、来ましたね。この子が主人公ですね。うん。で、やることが左上に書いてますね。王国は光線でマークされています。あ、あそこですね。とりあえずあそこに行けと。コントロールでダッシュで、ジャンプがスペース。で、タブが、これ持ち物かな？自分が手に持つやつ。装備するやつ。リソース。これインベントリーかな？Q。Q でビルドですね。このビルドメニューで、村を作るみたいな。そんな感じですよね。で、G は？ G でリソース管理ができるのかな？これ。なんかいろいろキャラクターとか。村人も、なんかいるみたいなのに、それをお任せするみたいな感じかな。で、H。あ、書いてますね。民間の課税って。兵士の給料とかある。なるほど、そういうのもある。J。J が、これがあれですね。スキルですね。そこそこあるかな。うん。で、K。K が、なんだこれ。装置。装備するためのショートカットを選ぶみたいな感じかな。そんな感じですね。あと服装とかも選べる。まあ、主人公がどうしたいのかっていうキャラクター設定みたいな感じだな。M。マップ。おー。あ、小さいって言ってもそこそこでかいっすよ、これ。この青枠のエリアによって何があるのかっていうのを教えてくれるんだ、こうやって。ほら。変わってるわ、いろいろ。WASD で動かせる。今んとこ前後しか動かせないけど。結構細かくできますね。なんだこれ。おお、ダッシュした。こうして走りながら、シフトを押すと、こうダッシュするんだ。おお、なるほど。で、マークが出てんのがこれ、あれですね。スタミナか。なるほど。よくわかった。軽快に飛ぶね。軽快に飛ぶね。おお、かっこいいね、このポーズ。いいじゃないですか。いやー、かっこいいね。よー、すごい。アクション結構いろいろありそうですね、これ。よし。ここに行って、王冠をゲット。王冠頭に被った。はい。で、次は、ビルドモードに入る。空いた職場を埋めるために、新しい市民に着実に採用されている。どういうことかわかんないけど、とりあえず9。うん。これがビルドモードで、右クリックで、政府を決める。町役場ですね、とりあえず。町役場、このてっぺんにすんの？てっぺんでいいか。お上の言うことを聞きなさいってことで、てっぺんに置きましょうか。おい、役場。あ、役場で働く人が来た？次は、職場を自動的に国民を雇用する。失業中の国民が3人いてる。これ3人が失業今現在してる。リフトってなんだこれ。持ち上げた。なるほど。これで移動できるんですね。力持ちだな。投げることもできんのか。投げる。投げた。ちょっと待ってくれ。やべやべ。待ってくれ。持ち上げて、そうできるのね。わかったわかった。この区間もジャンプできますね。結構自由が高い。自由度高いですね、これ。あ、これ木に当たって、あれか、ちょっと行きにくくなってる。あ、行けそうですね、上。
やっぱあれだ、おかみの言うことを聞かさないといけないから。あ、これ以上上行けない。あ、行けた行けた。これ長押しでジャンプすると大ジャンプになりますね。オッケーオッケー。グリッドをまず有効にしまして、そこに置いてほしい場所を確定したから左クリック。あ、行きましたね。いやー、やっていけた。うーさっきの人たちどこ行った？村人いたいた。村人がいてるから、で、建物の被害が出てる。あ、耐久値がありますね、これ。耐久値どうするんでしょうね、これ。まあいいや。で、雇用ですね。雇用を、どうするんだろう。雇用しますよっていうのはどれか、あるのかな？リソース、これ関係ないよな。めっちゃ見てるけど、これ。雇用っていう項目がまずないんですよね。あ、これだ、国民。これをクリックで、あ、名前変えれるのか。入れれるけど、どうやって入れるんだ、それ。あ、効果。チェック。チェックマークをクリックして、一定の仕事が埋まるまで一定の割合で新しい国民を採用しますってことなんで、ここで採用してもらいたいんですけど、近づいてってなんかしてくれたらわかりやすいんですけど、この人もリフトできんの？あ、モテた！モテた、モテた。こん中入れたらいいんじゃない？もう。入力。入った、入った。入れていこう、もう。はい。入れていこう。入った。ちょっと面白いですね、これ。かなり自由が効くな。入りましたね。入ったけどどうしたらいいんだ、これ。ちょっと待って。割り当てか書いてない。職場は自動的に国民を雇用する。あ、勝手に雇用するのか。だからほっとったら勝手に雇用するってこと？とりあえず剣。剣を持って攻撃はこうできますね。はいはい。もう気づいたら緩いになったよ。ビルドメニューです。集会。製材所、とりあえず作っていこうか、もう。わからんので。よし、製材所は、ここにしよう。あ、木がいるのね。木が20本いる。オッケー。あ、叩いてる。あ、叩いたらこうやって切れんの。あ、それ取っていくんだ。これも多分国民がやってくれるんでしょうね、きっと。それで構築するでいいですね。オッケー、できた。これが勝手に、あれですね。多分、国民がやってくれるんじゃないかな。建物をアンロックするって書いてますね。リサーチフロンティアセッツメントってなんだそれ。わからんけど。あと、製材所で木を投げる。この木を、もしかして、リフトすんの？で、投げるこれを。おい。おー、なるほど。まさかだった。起動した。え、どっから出てくるそれ。あ、勝手に手に入ってることになってる、もしかして。あ、勝手に手に入ってることになってる。なるほど、こういう使い方なんですね。次は J タブを開く。J を開いて、これだ。これをロック解除する。はい。ロック解除、中押し。これでいろいろと建物が建てるようになったのか。9。あ、増えてますね。はい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 。まずは、あ、ここだ。タウンハウス。タウンハウスで、住民ですね。3人ともが、どこにも寝る場所がない状態なんで、作ってみるか。鏡ってなんだ？あー、対照的になるってことか。R で回転。ここに住宅を置きましょうか。はい。ここ。タウンハウスは、入力。3人住めるみたいですね、ここで。最大。あ、じゃあこれいらないな。消すのはどうすんだ？ 9。取り除くのはマウスの真ん中。オッケーオッケー。次は食料を集めるパントリーを建てる。パントリー。あ、これだ。これを、こっち向きかな。はい。これは木が入れますね。はい。よし、これで構築すると。オッケー。できた。パントリー。農家の人がいたら、これ勝手にやってくれんのか。樽ですね、完全に。次は空腹を回復するスープキッチンを構築する。スープキッチン。あ、これだ。これを構築する。ここにでも行きましょうか。うん、力持ちですよね、この主人公。おい、行くぜ。よいしょ。
慣れてきたらいいかも。楽しくなってきた。いやよし、これでできるはず。オッケー、構築する。よし、できた。野菜を入力って書いてるけどちょっとよくわかんない。回復するために野外小屋、次野外小屋ですね。野外小屋、これかな。アウトハウスっぽくない、これ。これは何のために回復するって言ってるんですけど、よくわからんね。こっちに置いとくか。これで構築ですね。オッケー、できた。よしよし。次の無法者の襲撃に備える。あ、敵が来んの？今んところ脅威となる無法者が少なすぎる。居住地を拡大するために農業を研究する。いろいろ研究しないといけないですね、これから。ちょっとあたり見ましょうか。あそこになんかありますね。これ食べ物じゃないですか。あ、ベリーって書いてる。これ、あ、手に入れますね。はいはいはい。こういうやつを手に入れるのか。あ、ひまわりっぽいのがあった。これ種入る？あ、手に入りましたね、種。あと、あそこのキノコっぽいのは？あ、なんでも基本的に手に入るんだ。あ、農業できますね。ロック解除しよう。オッケー。これ農業ができるようになった。コンポスターと庭の区画。こっちは肥料を生成して、こっちは肥料を消費するけども、野菜を収穫できるんだ。ははー、なるほど。とりあえずこれいるな。農業ここら辺に置いときましょうか。農業と庭の区画。これが大事なんですよね、庭の区画。ここ。ここ。ここ。よしよし、これでいいや。これ農業いいですよね。これ農業できるようになってるんで、さっきこれですね。肥料を生成しないといけない。オッケー、準備ができた。構築する。オッケーオッケー。これで、肥料ですね。あ、書いてますね。出力3。あ、肥料を3つ作るわけですね。なんかめっちゃ走ってるけど大丈夫。あ、おー、変わった。就職したのか、ここに。あ、コックとして、アロンさんかな。わかんないけど。ここで働き出した。おー、そういう風になってるわけですね。種まき自分でできるんだ。お、種持った。ちょっとやろう。これを？おー！はいはい。なるほど。自分でもできますね、これ。はいはいはい。あ、もう種なくなった？これなんだ？ハンマー持ってる。あ、これで直すのか？もしかして。これ。これをトントン？あ、直った直った直った。これ直すやつですね。でもなんかこれ以上直んないけど。木材を持ってないからって話か。木材持ってたらこれ直せるんですね、多分。あ、これ木ごと持ってるわ、そのまんま。ほら。根っこごと持ってた。それを入れたらいいのか、これ。あ、入りましたね。あ、そういうことか。根っこごとでよかったんだ。あ、勝手にやってくれてるわ。楽だな。このハンマーで今木を持ってるんで。あ、やっぱ木を持ってたらこう、直してくれますね、これで。オッケーオッケー。そういうことか。おお、なんだその滑り方。そういう滑り方もあんのか。あ、次の研究でなんか変わりましたね。あと、兵士を雇うための建築。あ、ここら辺を全部しろよってことですね、要は。全然溜まってないですね。これで、ね、ある一定の時間を過ぎると勝手に溜まっていくんだ、研究は。あ、Z で切り替えができますね。はいはい。上と下と、このショートカットができる。不十分の住宅が一つあるから、ちょっと住宅ちょっと増やしましょうか。オッケー。肉小屋。近くの住民に餌を与えるって書いてる。餌与えましょう、住民に。はい。よしよし。肉屋さんですね。ただ肉屋さんだけど、あれですね。肉がないからできないね。次は200、300いるから相当研究が必要だと思う。今40だから、全然だ。刀、でっかい刀、装備しましたね。こういうのもあるんだ。ちょっと動き重いけど。いつの間にこんなの覚えたんだ。片手剣と、両手剣。な、いつの間にか増えた。あと、壁を築くための研究も増えましたね。な、国民は寝るけど、この主人公は寝なくても大丈夫みたいですね。あと、肉屋さんがあるから、ちょっと肉とか借りたいけどな。動物がいたりすんのかな？あと左上にあんのが、あれか、
主人公の体力かな。あとこれは、あ、鉱石だ。あ、なんだ、季節が変わった。あ、秋になったら変わった。これすごい、季節に応じて木も変わるんですね。あ、すごい成長した。豊作って書いてる。これ取ったらいいのか。あ、取れましたね。はいはいはい、なるほど。あ、ちょっと待って、次の無法者の襲撃に備える残り2日と15時間って書いてる。やばい。兵士か、兵士を雇うために金属加工を研究する。あ、それだ、金属加工だ。さっき金属加工をちょっと優先しましょうか。あと冬に備えて食料を備蓄するって書いてる。やべ、食料、あ、冬になると食料がなくなるんだ。やることいっぱいあるぞこれ。肉がね、あれだから肥料でちょっと、もうちょっと肥料の場所を増やしたらいいのか。種まきはしてくれないのかなこれ。まあとりあえず自分で種をまきましょうか。これどれぐらい食料があればいいのかわかんないですね。なんだあれ、何かある。あ、敵か、凶悪犯って書いてる。敵ですね。よし、あ、やっぱヒットポイントだ、左上のやつ。よいしょ、オッケー、倒した。おお、なんだ、お金が手に入った。あとこれも手に入る。いいですね、略奪だ、略奪。テントも壊せた。あ、肉あるじゃないですか。いやっす、肉持って帰るぜ、ここら辺全部持って帰るぜ。よっしゃ、お前のものは俺のもの、俺のものは俺のものですね。無法のバーナー、よし、壊してった。よし、全部取ったぞ、いただいた。 OK、 研究ができるようになってますね。よし、これ金属加工アンロック。鉱石を生成するインゴットに変える鍛冶屋で防衛、近接攻撃で敵と戦う、雇わないといけないんで、ちょっとハウスを建てましょうか。だ、金属加工を先しないと間に合わないというような気がするけど、とりあえずこれ兵舎かな、これ、こんなちっちゃいかもしれないけど、 OK、 これできた、入力。ここで兵舎ですかね。で、金属加工とかもしないといけないから、ちょっとこっから急がないと2日しかないんで、まずは金属の加工する場所かな、これ。あ、ここ無理なのか。あ、必ず石の谷の上に配置してくださいって書いてある。あ、そういうことか。あ、そうだ、ここ石でしたね。ちょ、農業の近くだけでしょうがない。ここに建てましょう。しょうがないですね、これは。はい。これで石を生成してくれるのかな?あ、でかいですね。溶鉱炉ですかね。インゴットに変える。これも石のところ、隣に置きましょうか。はい。あ、書いてますね。鉱石がプラス6になってるから、増えてってる、増えてってる。住民今どうなってんだ?人口。あ、人口が今、7人まで増えた。7人、じゃあ8人まで増えた。人口。で、兵士がいない。あ、なんかいるぞ、あそこ。兵士がいた。一人増えんのかな、これ。これ一つで一つ、一人か。増えんの、もしかして。兵士をもっと立てた方がいいんじゃないか。襲撃が来るから。立てとこうか。ちょっとこれも持ってってみましょうか。勝手にやってくれると思う、これも。よいしょと。あ、入りましたね。やっぱ入った入った。あと、発掘するか。発掘で掘ることができるのが防衛のために。ちょっとやってみるか。はい。あ、これか。これでシャベル持ちましたね、今。シャベルであたりを掘って、敵が近づかないようにするってこと?あ?掘れないけど。掘れないんですけど。こういうところとかを掘るってこと?もしかして。そんなことない。あ、ここ掘れるわ、ほらほら。そういうのを掘るのか。この工事。工事だと壁ができるから、襲撃までにはそれしたいけど、T を押すと今のリソースが簡易的に出てきますね。そういうことか。なんかコンポネートが増えないんですけどね。どうやって増やすんだろう、それ。こっち側は全然、インゴットに変えてくれてない。燃料かな?入力燃料って書いてるわ。あ、これだ。これ。
多分木炭に変えるってやつあった。これだ多分。これをやってないから燃料がいつまで経ってもできなくて、これインゴットに変えてくれないって話か。やばい、今頃気づいた。とりあえずやりましょうか。はい、これで、あ、動き出した動き出しましたね、ほら。あー、そういうことですねよしよし、オッケーオッケー。今頃気づいたよ。ちょっと遅かったな、気づくの。な、作ってないやつとか ちゃんと見た方がいいな、これちょっとリソース小屋とかも作っとこうか、さすがに。はい、リソース小屋は、うん、ほっとったら勝手に作ってくれると思う。鍛冶屋、インゴットの部品に変える、これだ、これもだこれも必要ですね。これがないから兵所がいつまで経っても作れなかったんですよ、きっと。はい、 OK、 できた。これで増えていくんじゃないかな。あ、 1.5 増えていくんだ、徐々に。で、研究できるようになった。あ、工事できますね。 OKOK、 アンロック。燃料、レンガに変えることができるやつができた。これを作ることによって、レンガを壁に使うってことか。多分そういうことじゃない。こっち置いとこう。ここで、あ、野生動物が来ないようにするためのやつ。あと、通り道ですね。道を作ることで野生動物が来ない。キャッスルブロック。建物の壁などに使用するブロック。キャッスルアーチ。あと、階段。あ、アーチとかすごいですね。こういうのができたりする。普通の壁。これ壁ってどうなんだ？壁が特に出てこないんですけど。ちょっと一個置いてみる。あ、そういう風になるんだ。こういう風なやつですね。ああいうの重ねていくわけですね。一ブロックずつ。これを一ブロックずつ重ねていって、やっと初めてできるのか。重ねていってみようか、これ。あ、やっぱそうだ。重ねて初めてできますね。でもこれ石を並べてるはずなんですけど、使うのが木材っていうね。なぜか。あ、やばい。木が足りなくなった。木相当いりますね、これ。作るんだったら。いやー、これ、ちょっと、三つはきつそうですね。これ早くできないかな。あ、できた、できた。準備ができた。よし、二人目。あ、構築する。リソース小屋。オッケー。リソース小屋もできましたね。研究は溜まってるか。あ、600来ましたね。火薬行きましょう。遠距離攻撃。火薬。あ、なんか増えてるんで。街灯。街灯とかもあるんだ。街灯やっとくか、じゃあ、ここら辺に。夜を明るく照らすみたいですね。文明をちょっと、垣間見るような、やつかな？よいしょ。OK。んで、新しいやつ。お、重視のポスト。遠くから敵を撃ち抜く、兵士。何それ？ちっちゃいけど。こっち側にちょっと置いてみる？これ何が必要？あ、これもあれか。あれですね。加工ですね。この鍛冶屋で加工してもらわないといけない。よいしょ。遠距離攻撃が間に合うかどうかだな、これ。あともう一つ。遠くから敵を狙撃する塔ですね。あ、監視塔みたいなやつか。だからこういう壁とかに、監視塔を作ると、いいですよね、こうやって。多分間に合わないね、これ。だってこれ15個いるもん。間に合わんでしょう。壁ですね。とりあえず壁を作っとこう。とりあえずサイドだけでも、作りたいね。こっち。こっちを防衛したいな、せめて。な、遠距離攻撃準備ができた。来よう。ま、来るまで待っとかないといけないね。お、お、来た！来ましたね。この人が銃を撃って遠距離射撃ですね。壁はできるかな？あと6時間。はい。急げー！壁を作るんだ。これ乗り越えてくるかもしんないけどね、敵が。ただやれることをやろう。だいぶ壁ができてきましたね。まだまだサイド必要だな。急げ急げー！やることいっぱいだぞ。急げああ、しまった。めっちゃ、急ぎすぎて、角度が。走ってる時にぶつかったらこれ、ずれるんですね。
面白いわ。1時間未満になった。やばいやばい、早く作ろう。なんか音が変わった。来たんじゃないか。作る作る。あ、やっぱ来た。襲撃、襲撃来るぞ。みんな出会え。どこだ、どこから来る。16人おんのか。とりあえずサイドはなんとか間に合った。敵の場所がわかんないですね。ただどっかから襲撃が来ると思う。こっちは、あ、はてな、どうした、あれか、いた、襲撃者来たぞ。よいしょ、いたいたいた、おら、おい、弓隊か。こいつら襲撃してくるんじゃないのか。近づいてきたけど来なかったね、あんまり。どうだ、あと3人。なんか音楽がさ、あれに似てるな。FF のあれに似てる。お、なんか、あ、来た来た来た、いっぱい来たぞ。こんにゃろ、やっぱサイド壁作っといてよかった。やべ、こんにゃろ、なんか音楽があれだ、 FF のあれに似てる。あ、死んだ、嘘、ジョーさん万歳、リスポーン、リスポーンだ、帰ってきたさ。おら、あー、壁破壊された。いやー、来られた、来られたよ、みんな。兵士はどうしてる、兵士は。兵士、なんか黄金の壁、おーおーしょしょしょ、あ、黄金帰ってきた、黄金帰ってくんのか、そうやったら。あ、終わった、襲撃終わりましたね。あー、こういう風な襲撃が来んのか。ていうか兵士全然役に立ってないような気がするんだけど。あ、撃ってる撃ってる。これだから建築で、また、あ、撃たれてる？まだいる？あ、まだいる！いた！お前らか！あー、ここまでですか！収益のところまで見たいですね、どうやら。おー、結構面白かったぞ、このゲーム。現在デモ版が配信されてますが、ちょっといつまで配信されるかわからないんでね。気になる方はぜひ、チェックしてみてはいかがでしょうか。